じゃあいきます。はい。こんにちは。こんにちは。ようこそ。はい。はい。はい。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。感染とは、党員さん今。あ、サポーターです、今。はい。はい。はい。感染とデートきっかけを皆さんに聞いてるんですか。はい。どう知ったの感染と。YouTube で。あ、YouTube で。見て。はい、今年去年参院選の時ですかね。参院選の時です。はいはい、はい。7月頃ですか。その前ぐらいですね。その前だったかな、あれ。うん。その前ですね。その前の、うん。どうですか。これまで政治に興味とか関心は。あったり。いや、僕はずっと政治には興味があって。はいはい。で、まあ、投票権持つ20歳頃から毎回欠かさず投票はちゃんと行ってたんですけど、まあ選べる人がやっぱり苦渋の決断みたいなしかも選べる人がいなくて、どうやってこう選ぶわけですか。まあその中でも一番マシな人っていう感覚でしかもう消去法でね、消去法ですね、どんどん消していって、はい、で残った人にみたいな、もうそういう選挙しかなくて、でもうずっとあの政治に対してはね、どうにかならんのかっていう気持ちはあったんですけど、もう30過ぎてぐらいからもう諦めもんになっちゃいまして、もうね、そう、もう欠かさずずっと言ってたのがもうあんまりにも消去法でも、もう全部消えてしまうようなのにはもう、白紙投票もうなくなっちゃったりとかっていうのも出てきて、でもその間白紙投票だとか、白紙投票もなっちゃって、でまあその政治の話とかも僕の方からいろいろとお話しするようになって、で政治にすごく興味持ち始めた時にちょうど参政党さんが参院選で立ち上がってっていう時期で、こういう人がいてるよっていうのを教えられて、へえって神谷さん。それまでは選挙とかはいた。ああ、もうほぼ興味なくって、まあ誰に入れてもどの党にがなっても一緒やろっていう。うん、選挙があること自体ももうどうでもいいやみたいな。もうなんか、うん、投票すらも行ってないことがあったので、ですよね、それぐらい興味がなかったんです。いやいやいや、そうですよね。はい、お恥ずかしいけど。僕も以前は。戦争に、まあ、行けたら行くってことで、そんな感じで多分行かないんですよ。はい、中がもうええかって、はい、選挙らしいけどみたいな、そんな感じですよね。諦めてたってことに参政党が現れてた。そうですね。参政党出会った時はどうだったの。最初見た時は、いや、すごい神谷さんのあれ何で見たのかな、はい、その何か喋ってるのを聞かせてもらって、街頭演説とか街頭演説かな、見始めて、でやっぱりポイントでずっとね、1から10まで見た内容じゃなかったんで、やっぱ僕としてもちょっと疑心暗鬼なところがあって、本当にちゃんと本質的なこの日本の国っていうもののダメなところってどこからかっていう、一番根っこの部分まで掘り下げられて考えられてる人なんかなっていうのがやっぱりちょっと疑問に思ってて、でそこから僕もちょっと興味持ったんで、いろいろ調べていくと、やっぱり言ってることがすごくしっかりと本当に一番スタートの時点から改革していこうと考えてらっしゃる人やったんで、多くの政治家さんというのは、はい、バータリ的なことばっかり言ってる。対処療法しかしないんで、そうですね、根本治療じゃなくて根本治療しないんで、だからどうしてももうね、で対処法ばっかりしちゃうと、ちょっと形が変わったり方向性がちょっと変わっても結局正しい道とは外れちゃうんですよ ね、 そうですね。だからそこを探したところに現れたんです。そうなんですよ。なんで、はい、神谷さんこの人ほんまもんかなと思って、そこからちょっと追いかけてるんですよ。喋ったりしてる内容とかいろいろと聞かせてもらってます。それがあれですね、1年がちょっと過ぎたことで、そうですね、はい、どうですかその1年間見てみて。うん、やっぱり世間でも叩かれてるという言い方もあれですけど、批判されたりしてる内容とか、いろいろ言われますからね。そうなんですよ。そこにもやっぱり例えばちょっと方向性の合ってないんじゃないかみたいな党員さんがいてらっしゃったりとか、
そういうところをもっと厳選した方がいいんじゃないかっていうのも僕も感じてて、で最近神谷さんはねちょっともう厳選していく方向性にね力入れ始めてくれてるんで、そうか、今の動きっていうのは、はい、まあいいんじゃないかって言って、そうですね、公平的に捉えてる方ですね、はい、もう誰でもいいから人間人数増やしてっていうのはどうしてもね、やっぱ数がないとできないことでしょうけど、うん、やっぱり最初はちゃんと根っこの部分は本当にちゃんとした人間っていうものを苦労してでもしっかりと土台は築いた上で、その後ちょっと増やしていくっていう一番ね、スタートのところはしっかりしてほしいなっていうのはあったんですよ。で一気にちょっとね離党された方とかたくさんいらっしゃいますけど、僕もちょっと、疑問に思ってた方たちばっかりやったんで、そうなんで、なんで、なんかいい方向に行ってて、もっとぐっとしっかりした土台作りが今されてってんのかなというふうにはちょっと見てるんですよ。どうなるかどうかまだわからないで、これからどうか、ちょっと公園にやってみようかなとか。いやまあそうですね、応援はしたいなとは思ってる。今ちょっとまだ様子見てるというか、ああそうか、はい、ような状態で、今日たまたま私メールが来るんで、うん、ツイッターに来られるっていうことで、うん、今日どうするって聞いたら、ほんならちょっと一回切ってみようかって言って、生神谷さんを見に、なるほど、分かりました、はい、今日は楽しみにしてます、はい、はい、今日はどうもよろしくお願いします、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、はい、こんな感じでいいんですか。